池松愛理は、日本の女性アイドル、歌手。ラストアイドルファミリー、グッドティアーズリーダー、優先ネクスト、i a m o o n 所属のダンサー、レブ、v From DVL の元メンバーである。アクティブ博多及びディスカバリーネクスト所属。福岡県久留米市出身。幸成高等学校卒業。2007年に、アクティブ博多に入所。中学3年生の時にダンスコンテストオックスダンス。 バトルで九州3位に輝く。受験で一旦芸能活動を休むが、高校2年生の時にイチゴ姫コンテストグランプリに輝く。2014年に初のテレビ出演。2015年12月9日、レブ・フロム DVL 新メンバーとなり、同年12月に初ステージを踏む。2016年4月、ベトナム限定サテライトユニット。 レブフォーティーンズのメンバーとしてベトナムでデビュー。現地の CM などに出演。2017年3月31日、レブフロム DVL が解散、卒業。その後アクティブ博多で同期であった橋本カンの所属先であるディスカバリーネクストに入所。2017年9月4日、テレビ朝日ラストアイドルへの出演がディスカバリーネクストから発表。 同月9日に出演し、個人ウェイでの全国放送初出演。2018年5月1日にミスマガジン2018のベスト16に選ばれ、7月17日にミスマガジン2018、読者特別賞受賞が発表された。以降、グラビアアイドルとしても活動を開始。2020年11月6日、D リーグの優先ト、アイア i ム m ー o n に所属することが発表された。 特技はダンス、8段を持つ書道、ピアノ。2016年2月に運転免許証を取得し、愛車は松田ロードスター。アクティブ博多への入所は挨拶もできなかった性格を、父親が危惧し、挨拶から指導される芸能レッスンを受けさせようとした、こと。この時受けた、事務所オーディションの一つ前の席が、橋本環奈であり、その後、 橋本は同期入所で一緒にレッスンを受け、同じグループに入り、上京後も同じ事務所となる中となる。レブ・フロム DVL 解散後は、美容系の会社に一旦就職。アイドル活動がやりきれなかった思いから、ラストアイドルへ応募し、現在に至る。有線ネクスト、アイアイムオーオンのメンバーとして出場。ありがとうございます。